夜景戦闘シャルトル大聖堂はフランスの首都パリからおよそ南西 87km ほど離れた都市シャルトルに位置しフランス国内において最も美しいゴシック建築の一つと考えられている大聖堂1979年にユネスコの世界遺産に登録されている大聖堂はカトリック教会の教会集シャルトル教区を置くロマネスク様式を基礎とする 新しい大聖堂の建築が始まったのは1145年であったが、1194年の大火事で、町全体と聖堂の西側前方部分以外が焼き尽くされたため、この残った部分のみ初期ゴシック様式となった。大聖堂本体の再建は1194年から1220年の間に行われ、 中世の大聖堂としては一しく短期間で完成へと至った。当初、土地面積は1万875平方メートルであった。大聖堂の建築は最上級のもので、その高くそびえ立つ通路やきめ細かい彫刻を見て、熱情にあふれない建築歴史家はほとんどいないとも言われるほどである。これは、シャルトル大聖堂がフランスにおけるすべての ゴシック建築の大聖堂で最も素晴らしいものの、中の一つであるということを表している。遠くからはうねる、小麦畑の上を徘徊する様にも見え、徐々に近づくと、町が大聖堂が立つ、丘の周りへと群がっているのが見え始める。対象的な二つの戦闘は、片方が1百四十年以来立ち続ける百五メートルの質素な角錐と百十三メートルの高さで、 古い角水の塔を超える16世紀初頭の後期、ゴシックフランボワヤン様式の塔からなり、外を飛べ張りの複合胸で囲まれる中、淡い緑色の屋根を突き抜けて、高くそびえ立っている。876年以来大聖堂は、伝承では、聖母、マリアのものとされる、サンクタカミシアというチュニックを所蔵している。これは十字軍のイスラエル遠征の間、カール大帝により、 大聖堂への贈り物として得られた聖遺物と考えられている。実際には聖遺物がシャルル2世からの贈り物であり、その記事がシリアから来たもので、紀元1世紀代に編まれたものであると主張されている。何百年もの間、シャルトル大聖堂は聖母、マリア巡礼者たちの極めて重要な拠点とされ、忠実な信者たちは今日になっても聖遺物を称えるため、 世界から訪れる。12世紀頃、教会は本来巡礼者のための教会であった。聖堂の周囲で行われた縁日には、多くの巡礼者が参列しており、それは聖母、マリアの祝祭日と同時に開かれるためだった。巡礼者がこうした催し物に集まるのは、聖母、マリアの身につけていた聖意を一目見ようとする意図も、もちろんあった。 縁日が行われるのは、聖堂のちょうど外側で、聖堂にすぐ近く教会の管轄下にあった街道や、広場に連なって設けられた。縁日の中には、清めの祝日、受胎告知の祭日、聖母飛翔天祭、聖母、マリア誕生祭の4つの大きな聖母、マリアの祭日があった。こうした縁日の主な呼び物はやはり聖母、マリアのサンクタカミシアであり、 町の活気は誠意に頼っていた。シャルトル大聖堂はシャルトルの町で最も重要な建造物であった。かつて聖堂は経済の中心であり最も著名なランドマークであって、今日も市営の建物で提供されるあらゆる活動の中心的な役割を果たしている。中世において大聖堂は時に北端側で織物、燃料、野菜、肉類を 南端側と異なったバシリカの入り口で違う品目を売る市場の場として機能していた。時には聖職者が聖堂の中で売買を止めさせようとしたこともあったが無駄だったとも言われている。ワイン売りは地下聖堂でのワインの販売を禁止されたが、外で売れば稼せられる税金を酒協会の新郎で取引をすることが許されていた。しかし様々な職業の労働者が 大工や石膏などの仕事を探して聖堂へ集まってくるようになり、さらには食べ物すら聖堂で売ることを許された。また、一度町中に幕閣中毒が蔓延して多くの犠牲者が出たことがあり、その時北側の地下聖堂が患者を手当てするための病院となった。現存するシャルトル大聖堂にはフランス語式町の傑作品が築かれているが、これは火事で以前からあった。 彫刻品群が消失したためである。1020年に大聖堂の重要な財産が消失した後、巨大な地下聖堂を含む素晴らしいロマネスク様式のバシリカがフィルベール司教、ついでジョフロワドレーブの式のもとに建設された。しかし、町全体を焼き尽くした1134年の大火事で残存した後も、1194年6月10日から11日、 未明に照明が引き起こした炎がまたもや聖堂を襲い、西側の塔とそれと地下聖堂の間にあるファサードを残すのみとなってしまった。この火事で人々は聖遺物であるサンクタカミシアが完全に消失したものと思い絶望した。ところが3日後、被災たちが火事が起こった際に聖遺を鉄製の落としとへ鍵を閉めて格納していたことがわかり、宝物庫で 無傷のまま見つかった。その後ローマ教皇特使であったピサのメディオール数奇教はサンクタカミシアが舵事を乗り越えたのは聖母マリア自身からの一つのサインでありさらに言うならば大聖堂はシャルトルに建てられるべくして建てられたのだというお告げでもあると人々に説いたその後の再建にはフランス中から寄付が集まり大聖堂の調和の取れた外観を保存するため 名前不詳の建築家によって提案された設計図を用いて、ほぼすぐに始められた。この建設計画でかなり興味深いのは、8キロメートル離れた地元の採石場から、町の人々が自ら進んで必要な石を運ぶため、集まったという事実である。作業は、教会の振動部分から取り掛かられ、1220年頃には、主だった建物の組み立ては完了して、 古い地下聖堂と同じく火事を生き延びた12世紀中頃の遺言ある聖門が新設された建物に組み入れられた。設計図は上から見て十字型の建物で128メートルに渡る振動と南北に短い横廊があった。東端には5つの半円形のチャペルが放射状に伸びる回廊で曲線を描いていた。当初の計画により、 大聖堂の高い部分に大規模な控え壁を、あしらうよう設計され、これらが極度に高くそびえ立ち、フランスで当時最も高かった天井の重さを支えていた。聖堂に加えられた新しい境界部分は、欄にあるような初期ゴシック調の大聖堂と同じく、長方形のスペースに4つの横張りのボール等を使用したものであった。こうした複合の窓真壁からその上部を越え、 対角線を横切る、丸天井のリブまでの支柱の骨格構造が、上部ステンドグラス作品を遮らず、精度を高く保っていた。また1260年10月24日、大精度はついに、類級西王家の手に渡った。内観は、外房の気品からさえも予期できないほど、驚異的なものである。とても広い新郎は36メートルの高さを誇り、 西端からは東側にあるアプスの荘厳なドームが完全に眺められる。劇的にそびえる円柱群は平坦など台から天井のアーチの方向まで向かい、人々の目をアプスの壮大なクリアストリーへ導く。カビを極めたステンドグラスの窓からは鮮やかな色彩がフロアへと飛散する。13世紀初頭から遡り、 ステンドグラス作品は大部分が16世紀の宗教戦争での損失を免れている。1753年の近代化で道を誤った聖職者によって作品の一部は持ち去られてしまったものの大聖堂にあるステンドグラス作品群は世界の中世ステンドグラスの完全なコレクションの一部を占めるとも言われる。 こうして元来あった186作品のステンドグラス窓のうち152作品が残った。これらのステンドグラス窓はシャルトルブルーと称えられる非常に鮮やかな青い色が特に有名であり、とりわけ聖母マリアとその子を描写したものやアダムとイブの物語を描いた失楽園ノアの箱舟が名高い。またこれら作品の中にはヨーロッパで 最初の手押し者を描いたものもある。第二次世界大戦中、ほとんどのステンドグラスが聖堂から移され、ドイツ軍の爆撃から保護するために周辺の地方一帯へ保管された。その後、戦争の終結とともに窓は隠されていた場所から取り出され、再び元の位置へと戻された。 ステンドグラスフランスの王女ブランシュとカスティーウ寄与された北側の浴牢にあるバラを描いた窓のように、いくつものステンドグラス窓は王家に捧げられた。また窓は王家だけに留まらず、国王や地方領主、そして商人など、あらゆるタイプの人々の手に渡った。長い長方形のランセット窓の中には、青い背景に、フランス王家の紋章である黄色い百合の紋章が描かれたものや、 赤い背景に黄色の白が現れたものなど、王室の影響が明らかなものもある。ドアやベランダには剣を握る像や十字架、本や商売道具などを表した中世の彫刻が並べられ、彫刻の表現は今日でも700年前に初めて掘られた時と何ら変わりなく、はっきりと現れている。西側のファサードにある彫刻は、キリストの天国への昇天。 彼の生涯、聖人、使徒からのエピソード、さらに聖母、マリアの膝元に抱えられるキリストなど、宗教的場面を描いたものである。それら宗教的彫刻のもとには、この西側の入り口が王の戸口として知られていることから、国王や王妃の彫刻群が立っている。こうした彫刻は、旧約聖書の人物に基づいたものである一方、 作られた時点で実在していた王や火を描いたものと考えられた。王族を表した像が宗教的彫像よりやや下の位置に設けられているが、これは未だに王と神との間にある結びつきを密接に含意する意味合いがあるとされる。また彫刻は王族の権威や王族たちがキリストに関連する人物と近いことをも示しており、彫像が神によって命じられその場所に置かれたような、 印象を与える。加えてこの王の戸口の右側のアーキボルトに姿を表す7人の文芸人の彫刻はシャルトルにある学校を表している。シャルトル大聖堂はフランス革命期で破壊、または略奪にあったことがなく、数多く行われてきた修復もその華麗な美しさを作り変えてしまうことはなかった。大聖堂はいつの時代も普遍のままであり、 ゴシック芸術の勝利とも言えよう。1979年、大聖堂はユネスコの世界遺産に登録された。また中世では大聖堂が重要な聖堂学校としても機能していた。カール大帝が旧世紀にフランス市民のために教育のシステム導入を求めたが、学校を新設するのが困難で経費もかかったため、すでに存在していた設備を利用した方が、 簡単だったのである。そのため大抵は大聖堂と修道院双方に学校の整備を命じた。この聖堂学校は教育の中心となる場所として結果的に修道院学校へと受け継がれた。11世紀には教育システムがシャルトル司教のような大聖堂の聖職者たちによって統制され、聖堂自体が学校を象徴するようになった。多くのフランスの聖堂学校は 先行を置き、シャルトル大聖堂は、論理学の研究で有名になった。このシャルトル大聖堂が教授した新しい論理学は、パリよりもかなり進んでいると、多くの人々から評価された。シャルトル大聖堂で教育を受けた人物の一人には、イギリスの哲学者並びに作家であるソウルズベリのジョンが、おり、後に、シャルトル大聖堂の司教となった。プランこの世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された日本語文献ありがとうございます。